2024年1月3日翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。じゃあそんな、ライ君にとっておきのバットがあるんで、この長距離ヒッター向けというか長距離を打てる練習バットになります。先端が重いんですよね。わ、いい、そうそうそう、めちゃめちゃいいや、素晴らしい。じゃあこれで一回普通のバットでちょっと振ってみたらなんか変わるかもしれない。ちょっと素振りをなんか違う、なんか感覚もし変わってたら教えてもらっていいですか。まあ軽くなっててちょっと短いので扱いやすくなった。扱いやすくなった。おっしゃ、うわ今痛そう。痛かった今。いや、打感変な感じ。打感変な感じっす。でしょ、その打感が無な時は大成功、変な時はちょっと多分上とかちょっと下とか当たっちゃってる。そこを全球無の状態で当たると多分試合でもちゃんと当てれるし、打ち損じがなくてヒットが量産できる。よし、じゃあライ君、今これ振ってみてどうすか。なんか違いってあった、ちゃんと当たったところと当たってないところで。ちゃんと当たったところだとやっぱシンクっていうのはやっぱ自分でもやっぱいい音なるし、うんうん、すごく打感もめっちゃいい。当たってないとまあちょっと痛いとこもあった。痛いとこあった。まあでも振りやすいっすよ。振りやすい。もし興味があったら、はい、チェックしてください。はい、はい、ではライ君今日はありがとうございました。よっしゃ、じゃあまたあの来年会おう。はい、来年のパワーアップを期待してるんで、はい、はい、ありがとうございます。よし、ちょ下の名前だけ聞いていいですか。え、いちほです。いちほくん、はい、お願いします。それ出身のチームってある。小学校は名古屋少年野球クラブでした。名古屋市少年野球クラブ、はい、あ、川越市にあるの。はい、先輩的にこの伊勢選手どうですか。あ、いい選手だと思う。いい選手だと思う。普段どんな選手ですか彼。あ、静かなところだと切り替えちゃんと。ああ、そうなんだ。はい、それでは、坂戸ボーイズの、コーチの方々に聞いていただきました。よろしくお願いします。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 お名前の方よろしいでしょうか。はい、高山と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、桜戸です。桜戸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、大東です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、石渡です。よろしくお願いします。石渡さん、よろしくお願いします。というわけで、本日、取材の方ありがとうございました。1、2年生、どういう選手ですか。難しいこと言いますね。いや、元気があってまだまだね、これから今練習中の選手なんですけども、日々練習に励んでね、一生懸命頑張ってやってもらってる最中です。まあ、その練習をしていく中で、まあ、コーチ陣の皆さんで、選手にたくさんいろいろな指導をされると思うんですけど、まあ、プレーの指導であったり、生活面での、指導だったりする部分があると思うんですけど、大道さん的にはどんな感じなんですかね。自分たちの時よりはですね、学校でも叱られるっていうことが、叱られ方も、
違うのかなっていうのは感じていて、でもね、学校で怒られないようなことをサガドボーイズね、クラブチームでは礼儀、言葉遣い、態度っていうのを、監督からもおっしゃられてますので、そういうところの指導を、今しているところでございます。ちなみに具体的に、皆さん、どういう役職、役職っていうんですか、指導っていうのは、まあ、投手コーチとかそういうバッティングとかそのメインなのか、全体的に見る役職なのか、どういうなんか役職に就かれているんですか。スタッフあんまそんな多くないんですよね。ああ、そうなんですか。だから個々にこう見れるかっつったら見れないのが現状。じゃあその時に来た方で全体的に見るという、はい、でまあ監督の教えのもとみたいな感じですかね。高山さん的に、結構選手と交わって練習中とか交わったりしてることが多いと思うんですけど、どういうことを、意識して、指導とかされて いるんですか。まあ、自分の子供が今大学1年なんですけども、まあ、子供が卒団してからずっと監督の方にコーチは頼まれてて、ただ私もずっと野球やってましたけど教えるほどの経歴がないんでお断りしてたんですけど、どうも監督さんが私に求めてるのはその野球の技術じゃないところで、ちょっと選手に寄り添って話聞いてくれってことだったんですから、それで今の、まあ、3年生と一緒に入団させてもらって、で子供たちもやっぱりそういうのは分かると思うんで、まあ、大体聞いてくるのは恋愛のことだったりとかあとは主に今何時とか時間とか、そうですね、はい、野球以外の相談、もちろん野球のなかなか言えない相談も多いんですけども、振り返ってみるとやっぱり私生活の相談とか学校のことが多かったですね。大道さんや、石渡さんに関してはプレーのことが多いんですかね。高山さんに関しては、はい、恋愛についての はい、はい、親に言えない彼女の話は大体知ってます。大体知ってます。これ YouTube で流さないといいそうですね。もうあの冬ということで、来年2024年の、新入生、入団に向けてどういう選手に入ってほしいとか、どんな選手を求めてますとか教えていただきたいんですけど、まあ、どういう覚悟を持って入ってこいよっていう、そういうなんか気持ちがあれば。少年野球から中学校に上がるにあたって、まあ、塁間も違いますし、まあ、もちろんボールも違ったりだったりとか、まあ、そのスケールがね、その一段階こう上の野球と変わってくる中で、やっぱり目指すもの、志であったりとか、まあ、高校野球で活躍したいとか、プロ野球選手になりたいとか、まあ、そういう目標をしっかり持ったこう芯の強い子というか、まあ、そういう子にはぜひ入っていただきたいですし、まあ、その監督も言う頑張れる選手っていうところを強く持った子にぜひ活躍していただきたいかなと思うので、そういう子にぜひサガドボーイズに来てもらいたいなと思います。ありがとうございます。というわけで、本日はサガドボーイズの、コーチ陣の方々に、インタビューさせていただきました。熱い思いを持った、コーチ陣の方々がいらっしゃいますので、今6年生の方もしくは、中学生ですけどまだこれから野球始めようかなと思っている方はぜひサガドボーイズ、一回体験に来て、見てはいかがでしょうか。というわけで終わります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。完璧じゃないですか。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アシャさあ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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。